はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、中部地方を丸2をお送りします。で、前回の丸1で、中部地方を最初ねスタートしたんですけど、都道府県をねやらなかったので、その時は地方の名前とか、あの農業のね特徴とかやってったんですけど、ここから都道府県を取り上げていきます。で、今回は3つです、都道府県ね。で、穴埋めは全部で9問となってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではまず A の都道府県からいきますね。ここです。で、ほんと大変申し訳ないんですけど、いつも自分が使ってるこの白地図、白い地図ねがですね、どうしても切れちゃうんですよ、ここ。もうちょっとなんだけどね。だからちょっと切れてますけど、申し訳ないです。で、まず A の都道府県、名前からいきましょう。あそこは、福井県です。いいね、あそこ A は福井県。で、福井県は、まず、嶺南にあるホニャララ湾。で、これ、嶺南って言葉からね、問題なんですけど、これ、福井県の中でね、ここ、すごいね、狭くなってるポイントがあるの。一箇所、こう、すっごい狭いところ。で、ここ峠があるんですけど、そこの右を嶺北って言います。で、左を嶺南っていうの。だから今、こっちの話ね、左側、嶺南ね。この嶺北、嶺南はね、覚えなくても大丈夫です。で、そこにあるホニャララ湾、どこかっていうと、ここです、ここ。ここね、湾。で、そこの名前をまず覚えてください。で、湾の名前は、これで、若狭湾です。で、若狭湾って来たらセットでホニャララ海岸、ごめん、海岸、リアス海岸です。もうこれセットで覚えましょう。若狭湾って言ったらリアス海岸、これはギザギザになってるとこね。いや、ここのちょっとね書ききれないけど、若狭湾はリアス海岸となってると。で、越前ガニが有名です。カニですね。で、また福井県はメガネのフレームがすごく有名。国内生産の9割約 90% を占めるぐらいだから、ほとんどだよね、もう国内シェアのね。で、ちなみに世界を入れても2割ぐらい、20% ぐらいのシェアを持ってるんで、相当すごいです、これ。いかな、その辺が有名だと。では、次 B に行きましょう。お隣ですね。で、あの場所、まずね、都道府県名が、石川県です。いいね、石川県。で、石川県はとにかくこの伝統産業が豊富、すごく有名です。で、今回3つ取り上げます。で、1つは書いてある。加賀友禅って言います。で、これできればですね、ネットで加賀友禅スペース画像とかで検索してください。ものすごい綺麗な染め物がいっぱい出てきます。おそらく着物がほとんどだと思いますけど、すごい綺麗なんです。ぜひ見てください。で、あと、ほにゃらら塗りとか、ほにゃらら焼き。これもね、覚えてください。で、これ加賀友禅も覚えてね、ぜひね。まず、石川のほにゃらら塗りときたら、輪島塗りです。輪島塗り、これは金にこう漆器でね、漆とかを塗るやつなんですけど、これもできれば画像で見てもらえるとありがたい。で、もう一個焼き物ですね。焼き物は九谷焼きです。これもお皿とかの焼き物、これも超綺麗。だからこの辺の伝統産業がすごく有名です。いいかな。で、あ、そうだ、一個ね、これ問題にしてないんですけど、ここ、石川県も特徴的で出てるでしょ、こう、ポーって。で、ここ半島の名前があって、これをね、能に、登るに、半島。これで、ね、能登半島って言います。この青の出っ張ってるとこ、ちょっと書けるかな。ここね。で、この能登半島名前ぜひ覚えておいてください。例えば問題文で能登半島出た時に場所が一致しないとここってわからないので、いいかな、あの場所が能登半島、名前もお願いします。で、今回ラスト C ね、それまたお隣さん、東側に寄っていきますけど、あの場所、都道府県名が富山県です。いいね、隣は富山県で、立山町、これ立山町かな、ちょっと立山町と呼ぶね。立山町にある、とにかく、ホニャララダムっていう、もう、超有名なダムがあります。富山。で、これ何ダムかっていうと、黒に、部活の部で、黒部ダムです。
いいね、黒部ダム、これがすごく有名で、山間部、つまり山の方ね、ではホニャララ発電が盛んだと。で、何発電かっていうと水力発電が盛んです。いい？で、また売薬、まあ、富山の売薬なんて言われますけど、これ薬を売るってことね、などの地場産業で、この言葉も覚えましょう、地場産業が有名です。ちょっと下切れてるから大丈夫かな。地場産業が有名だと。で、今回今問題としてはこれなんですけど、一つ覚えてほしいことがあって、今この3つって北陸地方です。あれね、あの前回の動画でやった北陸地方とか東海地方で名前覚えたでしょ。あれの北陸地方、もう一個あるけどね、新潟が。で、北陸地方は伝統産業とか地場産業が有名なところが多い、すごく盛んなんです。で、その理由を覚えてほしくって、これはキーワードはね、この言葉、副業です。で、どういうことかっていうと、北陸地方って米の産地、米が取れるところが多いです。だから農業が盛んなので、基本的に。なんだけど、前回にやったように冬にめちゃくちゃ雪が降ります、北陸って。で、雪が降ってしまうと、もちろん米も取れないし、その期間農業ができなくなっちゃうでしょ。で、その仕事ができなくなってしまう期間に副業、その期間ね、やる仕事として副業がやってたので、それがどん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 盛んになっていって、こういった伝統産業や地場産業が盛んになっていきました。いいかな、もちろん全部ではないと思うんだけど、もここがまずキーワード、スタートとしてあることが多いので、それを覚えておいてください。例えばその中間期末テストなんかで、それここがテスト範囲だとするでしょ。で、伝統産業や地場産業が盛んになった背景として考えられることを記述しなさいみたいなのが来たら、そう、例えば冬に米が取れないので、その期間の副業としてスタートして発展していったみたいな、そんな感じで書くといいと思います。では今回は社会の地理、中部地方を丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ都道府県ね、残ってますので、引き続き D、E、F、まあ3つか2つか分かりませんけど、取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見ていってください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。